はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、マーリーです。さあ、今回なんですが、サンダードラゴンデッキをね、組んできたので、こちら使ってデュエルをしていこうかなというふうに思っております。まあ、OCG の方ではですね、僕の大好きな根源竜レビオニアっていうモンスターがいまして、そいつとね、一緒のパックに入ってたんですよ、これ。エレーネ魔改造された、まあ、サンダードラゴンがいっぱい、まあ、追加されましてね、その時にね。なんか、その時はもう一気に環境入りしたんですけども、今はどうなんだろうね。なんかあんまりその使ってる人もあんま聞かないけど、まあやってる方は十分強いなと思って、まあ今回デッキ組んできたんですけども、まあどういう風なテーマかっていうと、まあ融合モンスターが強いテーマになってますね。でサンダードラゴンでこれしかなかったの昔はね、まあサンダードラゴンがまあいっぱい追加されて、もう今やね、もうリミット1リミット2がある時点でまあ強いことがわかると思うんですけども、まあやっぱりね、超雷竜を先行で出して、でまあ高校とか、まあ、3ターン目以降に、まあ、雷神竜の効果を使って相手を破壊していくっていう、まあ、そういう感じですね。で、超雷竜が、まあ、インチキ融合ができまして、まあ、蒸気の融合召喚以外にも、イカ実族モンスターの効果が手札で発動すると、フィールド上のイカ実族を墓地に送ってリリースすると、特殊ができるっていう、なんか、インチキ融合効果。で、それから、まあ、サーチを封じる、ドロー以外の方法で相手は敵からカードを、どういうのに加えることができないっていう、まあ、超制圧効果。まあ、これが不安だリズムに刺されますよね、結構ね。あと、グリフォーナイト持ってこれなかったりとかね、今だと勇者の。とか、あと戦闘効果打開される場合に、これの自分の墓地のイカ続を除外できるんで、これで雷電竜を除外して、まあ、効果発動していったりっていう感じですね。で、雷神竜は制圧というか、どっちかっていうと破壊ですね。まあ、これも、インチキ融合ができて、手札のイカ続モンスター一体と、自分のフィールド上のイカ続の融合モンスター一体を除外すると、草的化出せるってことで、なんか雷神の怒りとかをね、結構入れて、出してる人いましたよね。簡易融合とかで、インスタントフュージョン、カップラーメンで、これ出してなんか融合したりもできますよね。まあ、効果入ってませんけど。で、これは、イカ付けモンスターの効果手札で発動すると、その効果に直接チェーンすることによって、フィールドのカードを1枚選んで破壊するっていう効果があって、まあ、これ単一ついてませんので、サンダードラゴンの効果を、なんかその2回ぐらい発動して、相手のカードを2枚破壊するとかもできますし、まあ、打点を上げながらダメージ点にね、雷原理の効果を使って相手のカードを破壊するっていうこともできますと。で、このカードが効果で破壊される場合には、代わりに自分の墓地のカードを2枚除外できるということで、戦闘破壊耐性はないんだけども、効果破壊耐性があるっていう感じ、こっちは。で、まあ、このモンスターをね、サンダードラゴンフュージョンとか、あと、ま、効果を使って出していくっていう、まあ、そういう、まあ、デッキになりますね。で、魔改造された、まあ、サンダードラゴンたちが、ま、3種類いて、雷電竜が、まあ、どっちの効果も1、2があるんだけど、サンダードラゴンって。4種類いるか。こいつもいるから。まあ、雷電竜と雷獣竜と雷鳥竜が一番強いですね。この辺のカードが一番強くて、まあ、こいつがだったら、デッキから、サンダードラゴンカードをサーチできるし、これだったら、除外されたら、サンダードラゴン特殊ができるし、こいつは除外か墓地から特殊ができるってことで、まあ、これのモンスターたちを、まあ、使って、盤面にイカ実力を並べて、まあ、融合していくっていう感じのデッキになりますね。で、それだけだとね、ちょっとどうしても勝てないかったので、まあ、デスフェニーを入れて、まあ、制限改定があってね、まあ、これがリミット1になって、ディバインがいなくなるっていうことで、今回は、ディナイアルガイとダッシュガイ、それからフュージョンデスの1枚っていう、まあ、ちょっとゴミを先に引くことが多いですね。これは。まあ、ただ、やっぱり結局アナコンダが生きてるんで、アナコンダから出せるから、まあ、入れた方がいいと思う。基本的には。はい。それから、まあ、圧倒的一番ショートである封印の黄金室とか、あと一応、コンボになっちゃうんだけども、雷獣竜とか雷電竜と一緒に引けたら強い、闇の誘惑とかが入ってますと。で、抹殺が、リミット1になるんで、もうなんか抹殺いらねえと思って、墓穴2枚と、あとそれから、まあ、一滴と、うらら、増字だけにしてます。その辺のカードはね。はい。というわけで、早速ね、この、融合モンスター、超雷竜、雷神竜の盤面で、相手を蹂躙していきましょう。デュエル。スタンバイ。雷電竜の竜って RYU だと知ってました？すいません、ちょっと黙ります。孤高の獣の効果と、孤高の獣の効果によって雷電竜を除外して、雷獣竜を除外したい！お、なんかあるな。とりあえず雷獣竜を除外して、そして雷電竜と雷獣竜の効果を発動。これはなんかもう、デュエルリンクスと同じムーブですね。完全にこのムーブね。なんかやってることなんか懐かしすぎて笑うわ。なんかデュエルリンクスっていうゲームでもね、一応ね、この動きできたんですよね。全部騎士なんでカードが。すげえ懐かしいな、これ。この動きしてんの。5億年ぶりにこの動きしてるわ。で、ですね。まあ、出来たてのガイナー鳥ですね。雷電と雷獣が、まあ、除外できるとこうなりますんで、まあ、やっぱりここの獣が一番強いと。で、鳥効果を発動して、除外されている雷電竜を引っ張ってきて、
まあ、これがね通るとはなかなか強いんですが、なんか相手なんか誘発ありそうな気がしたんだけど、なんか何もないやつこれ。で雷電流、雷源流、雷源流ここの獣で、ベルテアナコンダで、雷源流効果動、雷源流で雷源流を持ってくる。でなんか手札で効果発動するとイカズツクモンスターがなぜか知らないけど融合できる。これ何回読んでもこれなんでこれ融合できるのか意味わかんないですよね。そこそこ意味わかんないですこれ。なんで手札でイカズツクモンスターの効果発動したらなんかイカズツク融合できるって意味不明じゃない。いや日本語で OK って感じなんだけど、お前は何を言ってるみたいなねとかありますけども、まあ、とりあえずまあ、こうしまして、で雷神竜も出していく。で雷神竜で雷源竜をフリーチェーンで、まあ、ぶん投げれば相手のカード破壊できますんで、ほんでフュージョンデスにもぶち込んでいくと。さすがに強い、さすがに強いでしょこれ。さすが孤高の獣のパワー、孤高の獣のパワーが高すぎてこうなるんだよな。はい、でまあ裏ラもあるんで、まあ、一応まあサーチウジも妨害と考えれば1234妨害ですね。はい、まあ、さすがに強いですね、さすがに最強で。ラータも投げられて発狂するまでがテンプレゴードン。いやさすがにこれは裏打つ、まあ、1,2 交換されてしまうので、まあここは 1,1 交換に収めておこう。でゴードン効果で、10枚除外してカード2枚ドローしようとしてくるが、そこは止めていく。でなんかダイエーザーできてぶん投げられることあっても一応デスペニーで破壊できるなんとかなる。ライブツイン、なるほどライブツイン来た。モンスターを1体ではなくは別にいいか、まあ、止められる、あと、加えられねえわ。サンダードラゴンいるから、超雷竜の。残念だったな。手札加わんねえわ。発動したわけだわ。つえぇ超雷竜、さ、つえ困ってる、困ってる、困ってる、相手困ってるぞ。お諦めねえな。キスキル召喚いいだろう。で、召喚成功時、他の、モンスター、キスキルリーラーモンスターか。リーラーモンスターを特殊召喚できるという効果。まあ、たんですね、まあ、そこはスルーしまして、とりあえずリーダー出てくる、まあ、2体並ばなければ多分まあキスキルリーダー出てこれないと思うので、まあ、一応これ両方とも使うわ。ちょっとごめんね。ごめんなさい。ちょっと申し訳ないけどそのモンスター2体とも死んでもらうわ。さあデスフェニー君の効果とライジンリーの効果両方とも発動して、相手のフィットカード2枚まで選んで剥がしていく。なんもできねえだろ、これなんもできねえだろ。相手お、どうした、なんかあるな、ずっとなんかあるんだよな。あ、うららか、まあ、か効かないですけどね。サンダードラゴンさんにはサンダードラゴンさんに効かないですけどね。雷神竜の効果どうしますか。まあとりあえず墓地から除外して、アドバンテージ稼げんじゃん、最強か。で雷電竜は除外してカード持ってくる方がいいかな。ライジンでサタドラゴンはなんかカードを2枚除外すると破壊耐性がある。で相手のカードを2枚破壊して相手のフィールドを無に帰していく。はいはい。で破壊するカードを2枚選択していく。これって何だっけ、何個か、デスニーかこれ。超雷竜はあれですね、破壊耐性を、あ一回、あまあこれでいいか。ちょっと一回こうしてこれで、で超雷効果で雷源除外して、で雷源効果で、次の雷鳥を持ってくればいい感じですかね。はい、さあ姫のターンですよ。君のデュエルは素晴らしかった、だがしかしまるで全然僕を倒すにはほど遠いんだよね。ほど遠いんだね、重いんだよ。このデッキ強すぎますね。とりあえずちょっと一回デスフェニーを特殊召喚して、いやーこれ犯罪ムーブしてたね、これはね先行ガン決まりムーブでしたから、まあさすがに強かったですね。でいないやるがいも出せるのか、まあ、とりあえずサンダードラゴンフュージョンを打ちまして、一応口伏せあるんで、口伏せ怖いですから、まあちょっとその辺をねケアしていきたいといったところ。一伏せをケアするのであればイカズクモンスターの効果を発動した方がいいと思うので、まあ、サンダードラゴンを持ってきて、で一生雷神竜の効果を発動していけばいいんじゃないでしょうか。まず、サンダードラゴンの効果を発動、サンダードラゴンの効果を使って自身を墓地に送りながら相手の、カードを雷神竜で割っていく。
さあ最強のムーブ。待って、これなんかガンギマルトやっぱりやばデスサイズやりますね。デスサイズはやりますね。デスサイズやりますね。まあそれどうでもいいか。でも言うてそんななんかエクスタからもう出さねえし、モンスターデスサイズ特殊召喚されて、このターンエクストラデッキからモンスターを特殊召喚できないという効果が一応発動する。はい、で縦で出てくる。でエクストラからモンスターが出ないとかいう効果は正直本当にどうでもいい。でデスペディング効果も発動して、アナコンダもいらないからアナコンダ捨てて爆破。はい、で攻撃表示に変更、攻撃表示に変更で雷鳥効果でトリッピー効果発動した時に、雷神竜の効果が発動する。はい、で相手のチャンネル登録者数を完全に消していく。チャンネル登録者0人できてるときにやったな。はいはい、残念ながら底辺 YouTuber には現実を見せていった方がいいようですね。収益化には程遠いんだよね。君の動画素晴らしかった、だがしかし収益化するには程遠いんだよね。悔しいでしょうね。何もできなくて悔しいでしょうね。君僕のファンになったかな。あー強そうじゃない、強そうじゃんね結構。あディメンションアトラクター、ディメンションアトラクターか。まあでも除外は除外するされるのはまあ言うてサンダードラゴン別にそんなに困んないかもしんないね。もしかしたらどうなんだろう、なんかなんとかなりそうじゃない、ディメンションアタックさん投げられても。あんまやってこんねえけど、なんかアナコンダは確かに使えないんだよね効果。墓地へカード送れないから。なのでここは一回雷電流で直接雷獣流熱気から持ってくるシステムでよくて、で超雷短期でエンド、まあ、2体なんか並べても雨見ないしな。これもなんか墓地送ったそうだもんな、結局打てないから。そうだよね、墓地送った発動するだから打てないから、雷神竜、雷獣竜持ってきて、で雷獣竜効果発動してこいつ除外するでしょ、で雷電竜回収するでしょ、で雷獣竜除外されたから効果発動、あそうか、でも回収、ああ、ま、間違えた、やべえ、なんか混乱してる。ちょっと待って、これ今直接あれだったな、雷獣でよかったな。雷獣、まあいいや、あんま関係ねえや。こうして。で、これで超雷竜出そう。でもなんかさ、超雷竜結構刺さると思うんだよね、不安だりずって。あ、多分不安だりだと思うんですけど、相手。これ多分ね、この超雷めっちゃ刺さると思うから、多分このチェーン的に無限保有持ってないし、まあ一滴とか入ってたら別だけど、多分こいつ単体だったら、相手めっちゃ辛いと思うんだよな。で、セットして、まあこれでいいのか、まあ、ちょっとなんか直接雷獣流でよかった気がするわ。なんかちょっとディメンションアトラクターの効果に驚された感があるが、まあちょっと頑張りましょう。超雷流でこのサーチ浮かっていうのが結構刺さるんですよね、フアンダリーズにとっては。でロビーナ召喚でしょ、でこれで消化源増えないんですよ、サーチできないから。ほらあるある、全然ある、全然ある。でこれ雷電流スタンダードラゴン効果でこれ除外されるでしょ、これ天才か。おい除外してくれるのありがてえな、おい。あ、でもあんま関係ねえか、これ雷電流のサーチ効果使ってから。あんまり関係なかったわ。で、コラプサーペント来た。今あんま関係、これで除外されなくなったな、これで。このターンは。ではですね、まあ、とりあえずカオステリトロの効果を発動しよう。カオステリトロの効果を発動して、雷電流を手札から持ち送って、光属性の特殊召喚できるモンスターをワイバースターで持ってきていく。で、ワイバースター、雷電流除外して特殊召喚する。まあ、このコストで雷電流が強いんですよね。カオステリトリーは。で、雷電霊を除外して、で、ワイバースター特集。で、ここで一応、アナコンダデスフェニー多分できると思うので、アナコンダデスフェニーをしに行きましょう、一応ね。で、何体いんの？あー、これはサンダードラゴンフュージョンでいいのか、でも。これサンダードラゴンフュージョンさすがに強いか。コラップ出しに行きたいので、まあ一回墓地送らないといけないですから、まあ、とりあえずワイバースターを、ストライカードラゴンに変身しましょう。まあ、ここ何でもいいんですけどね、正直。まあ、ストライカーじゃなくったって別にいいんだけど、なんかフェスティとでもいいんだけど、まあ、そういう要素にワイバースターを墓地に送れるリンクモンスターであれば何でもいいわ。
入れるのはピスティとかもいいね。で、ストライカードラゴン特殊召喚して、まあ、ストライカーの方が打点高いんだっけ。ピスティの打点いくつだね。で闇属性除外、あ、じゃあ光属性除外して、でワイバーサー特進だろ。でカオステータル効果先に発動して光戻してワイバーサーのサーチも一応通すようにして、はい、これ先やっとかないと一応1-1で、あ、うらら変わって弱い。一応1-1で入ってるんですよこれ。なので先にカオステリトリーで発動しないとこのコラプスアーペットの効果でそのワイバースターがサーチできないんで、まあ、先にやるようにしましょうね。でアナコンダエーリング召喚でコラプスアーペットの効果発動、コラプスアーペットの効果でこれワイバースター持ってこれるんだけど、まあ、このターンは1回効果使ってるからもう出せない。でサンダードラゴンフュージョン打つ。で除外ゾーンにめっちゃ叩き、落とされてしまったモンスターたちを全部戻していく。はい、ほい、さあ融合召喚も現れよ。雷神竜サンダードラゴンかっけ。そしてなんか下手くそだったけどなんか余裕で勝てそう。やっぱこの超雷竜っていうカードがね、まあ、特定のデッキにはめっちゃ刺さるんだよね。フアンダリーズは特に刺さると思う。無限ホイールとか言っていけないと相手サーチ入んないからイグルンの効果も通せないしロビーナ効果も通せないんで結局こうなるのめっちゃ強いんですよね。さあデストロイフェニックスガイを爆誕させていく。何も光ってないの怖いですけど一応バトルしますか。なんかあれなんでしょうな、ね、カードオッケー。神父のマリアエアフォースじゃなくてよかったわ。あー弱いなー、うーん弱いですね。ディーバ召喚はやばいですね。ディーバ召喚は宇宙を感じられることしか起きないですけども、すいませんちょっと何もありません。マジでねこんな反動をね握ってしまう時点で遊戯をやめた方がいいんですよマジで。ちなみにデュエルストックカップそろそろ始まると思うんですけども、皆さんは何デッキを握るつもりですか。私はですねなんとか頑張って紙のみデッキを使ってファーストステージを突破した後に手札2発のみデッキを使ってセカンドステージを勝ち上がろうと思ってます。はい、勝ち上がれるかどうか知らん。ファーストステージ突破できない説結構ある。そんなデッキで勝ち上がれるわけねえだろっていうなんかツッコミがめちゃくちゃ入りそうだけど、さあなんかソリティア長そうですね。もうちょっと一旦見守りますか。全然見たことない展開してる。何これ、砲撃のカタパルトターテル出てきたぞ。やばい、なんかリリースでとなんかなんだっけこれ、なんかドラゴンとか出せるみたいな。アーモンドラゴンサンダーレベル5来た。でも満場目じゃん、出た満場目、満場目順じゃん。一十百千万十万百万千万1億10億100億1000億1系10系100系1000系アームドラゴンレベル5の効果で、レベル7出てきて、でレベル7効果で、これレベル10までいく。強いね。レベル10確か相手のなんかターンだとなんか相手のカード破壊できた気がするんだよな。フリーチェーンでですよね。相手ターンに一度手札持ち上げるとフィールドの他のカードを対象に取ってそのカードを破壊しながら打点を1000アップする。強い、やべえ。フリーチェーン破壊と1回無効でセレーネ出てきた。なるほど、これマジで満場目大リスペクトリッキーじゃないこれ。白のベールってなんだよ、洗脳されてた時代の満場目じゃん。やばい、フュージョンタウンとかいうやばすぎるカード使ってる。タイガーカタパルト、なるほど、タイガーカタパルトでフュージョンタグ2枚目使う。ああなんか XYZ ドラゴンキャノン、やばいこれ。V2Z 出る。ちょっと待って、お前ふざけんな、正規融合しろよ。なんだお前その出し方、なんだこのドラゴン固まるキャラの出し方、どっちもフュージョンだけでなんか名前変えてなんか意味不明なモンスター2体 V2Z にしただけじゃねえか、ふざけんなおい。はんやこいつ、俺は見逃さなかったぞ、お前のソリティアは俺は見逃さなかったぞ。なんか全然関係ねえモンスター2体で融合したぞ。やばい、やばいの来た。やばいの来た。あーウドドラゴン固まるときあるんだ。やばい、すげえ、これ先行いったん出るもんなこれ、すごー。とりあえず今妨害的にはこいつが一応1枚墓地を送ってフィールドのカードを破壊するっていう効果があるんですよね。でバレルソードサベージドラゴンの効果で1回向こう側何でも飛んできて、でアームドラゴン固まるキャラなんか全部除外みたいなカードって気がするんだよな。これじゃねえ、相手に一度デッキ草デッキかカード1枚を除外して相手のフィールド墓地のカードを全部除外する。やばい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 
いや、でも除外だからなんかワンチャンサンダードラゴン動けんじゃね？サンダードラゴン動ける説。サンダードラゴンを、持ってきたいんだけども。はい。でサンダードラゴン持ってきて、で、とりあえず、まあ、一旦ちょっとハーブの羽ぼき打って、これで、これちょっと一回さ、サベージで無効にしようぜ。一旦サベージで。まあスルーだよね。まあスルーだよね。まあでも一応白のベールで3000ポイントの大ダメージを受けた。これで、孤高の獣を召喚して、で、孤高の獣の効果を発動していく。で、イカズ地族除外すると、何らかのモンスターを除外できる。で、これで、雷獣竜除外して、どこで除外飛ばしてくるか分かんないんだよな。あれ？あ、そうか。除外されてる、自分相手のカードと同盟カードの方が外れないのか。積んだんじゃね？え？強っ！強っ！アームドドラゴン、カタパルトキャノン、強っ！したら先行で出てくるの聞いてないけどね。これ先行で出すモンスターじゃないと思うんだが、なんかすげえなんか言ってくるデュエルいっぱいしてさ、あーちょっと待って、ちょっと待って。いや、言ってくるデュエルしてなんか最終的に一応出せるみたいなモンスターじゃないの。これ先行行った目で出るの聞いてないんだけど。あやばいやばい。やばいことしてる。やばいことしてんじゃん。で、あれですか、もしかしてこれ除外されたカード全部効果無効ってことですか。それは聞いてないわ。やばいことしてんじゃん。ちょ、万丈目だから令和版の万丈目順強すぎ笑ったんですけど、これはさすがにでもグッともっと上がったら押してるね。